ゲオルクヘティヒは、ドイツ、バーデンビュルテンベルク州、フルトバンゲン出身の元ノルディック複合選手である。1997年のノルディックスキージュニア世界選手権団体で銀メダルを獲得。2002年ソルトレークシティオリンピックでは、個人戦で34位に終わったが、4X5km 団体で銀メダルを獲得。4年後の2006年トリノオリンピックでは、 15km 個人で金メダル、4x5km 団体で銀メダル、個人スプリントで銅メダルとすべての種目でメダルを獲得した。ヘティヒはノルディックスキー世界選手権においても2003年と2005年の 4x5km 団体でそれぞれ銀メダルを獲得している。また2005年冬季ユニバーシアード個人では金メダルを獲得している。 ノルディック複合、ワールドカップでは勝利はなく2位が4回、3位が7回。総合では2002から2003シーズンと2005から2006シーズンに6位となったのが最高である。2009から2010シーズンを最後に現役を引退。ありがとうございます。